上野動物園の人気イベントだった王様ペンギンの散歩が3年ぶりに今日再開されました。2000年に始まった王様ペンギンの散歩はペンギンの子育てを優先してしばらく中止していましたが、3年ぶりに再開されたものです。今日は飼育係が誘導してペンギン池近くの240メートルの専用散歩道を行進しました。動物園ではその歩き方や意外にがっしりした足の形をじっくり見てくださいと話しています。ペンギンの散歩のイベントは来年3月まで毎週木曜日の午後2時半からおよそ15分間行われますが、暑さに弱いペンギンに負担がかからないよう早めに実施期間を短縮することもあるということです。